ニール・ラッカーズはミズーリ州セントルイス出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはプレースキッカー。2010年プレシーズンゲームでのラッカーズ、高校時代はアメリカンフットボールの他にサッカーや野球をしていた。サッカーではミズーリ州の選抜に野球ではオールカンファレンスに選ばれた。 イリノイ大学を経て2000年の NFL ドラフト6巡でシンシナティベンガルズに指名されて入団した。ベンガルズには3シーズン在籍し、FG67 本中44本を成功させた。2000年には開幕から3連続で FG を失敗、FG21 回中12回成功であった。2001年は FG28 回中17回成功であった。2002年には、 FG18 回中15回成功、シーズン最後から13回の FG 中12回を成功させた。しかし、オフシーズンに膝の手術をした、彼はシーズン開幕前の最終ロースターカットでベンガルズから放出された。2003年シーズン半ばにアリゾナカージナルスに加入、カージナルス在籍中2度にわたり、タッチバック20回以上を記録した。2005年には、 開幕から26回連続 FG を成功。ジャクソンビル・ジャガーズ戦で43ヤードの FG を失敗するまで、前年から31回連続で FG を成功させている。10月2日にメキシコのアステカ・スタジアムで行われたサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦では6本すべての FG を決めた。この年10月、NFC の月間最優秀選手に選ばれている。 2006年1月1日、シーズン40回目の FG を成功させ、NFL 記録を更新した。プロボールとオールプロファーストチームに選ばれている。2006年は FG37 回中28回成功。2007年にはスポーツヘルニアに悩まされ、FG30 回中21回の成功にとどまった。2008年には成績を改善させ、チームは 第43回スーパーボールに進出したが、ピッツバーグスティーラーズに敗れて、優勝は果たせなかった。この年11月のニューヨークジャイアンツ戦で40年以上成功例のない、フェアキャッチキックを狙っている。2009年12月14日のサンフランシスコ、フォーティナイナーズ戦で、足の付け根を痛めた。グリーンウェイパッカーズとのワイルドカードプレイオフでは残り14秒に34ヤードの、 FG を失敗したが、延長で、カルロス・ダンス B のファンブルリカバー TD で勝利した。シーズン終了後、無制限フリーエージェントとなった彼は、2010年4月7日、ヒューストン・テキサンズと2年契約を結んだ。この年、クリス・ブラウンとのポジション争いに勝って、ポジションを確保した。2012年4月24日、ワシントン・レトスキンズと1年契約を結んだが、 同年8月27日にロースターからカットされた。2013年11月4日、シェイングレアム、ジャスティン・メドロックと共にヒューストンテキサンズのワークアウトに呼ばれたが契約には至らなかった。ありがとうございます。